リオンのカラフル担当モーユーユーです。マリオンのモノクロ担当姫寺マツコです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう俺たちは勝ちまくり、モテまくりだよな。金の風呂に入ってバッサバッサよあの札束の、ね、風呂に入ることしか考えてないから、もう札束の風呂に入ってサングラスかけちゃうよね。ねあとなんかネズミはべらしとく。ネズミはべらしたいね。美女いらねえからネズミはべらすか。そうネズミをね、たくさんはべらしておきたいのであおお、あいたたたマツコマツコからすげえ音するんだけど大丈夫今ねちょっと、いやゴールして、うん、ゴールしたの。ゴールしたよなんでマイクに手が当たっちゃった。え、ゲームが上手いからまだここにまだ最初のところにいる。ずっとここ、ずっとここにいるよ。じゃあカメラの方向とかを行きたい方向に合わせるんだ。ああさよなら。うんちアンドオーバー。マツコを見守るわ。マツコが1位になるところ、みんなで見届けようねみんな見てよな。やっぱりマルヨンのゲーム上手かったと思うよ。そうだよ、見せてあげないとね。せっかくここでね、このマルヨンはね、片方はゲーム壊滅下手だけど、片方ははちゃめちゃで上手いとこ見せてやんないと。やっぱりそう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 、落ちちゃったよあ、これ感染ボードも落ちるわマツコどこにいるかわかんねえ。後ろにいるわ、透明になってすいません、あの今一番に落ちてしまいめっちゃあれだね、見つめ合ってたねはい、マルヨンは2人ともゲームが上手いわけじゃないご様子でもユイは最初のね、最初の最初すら超えてないから取れ高があるじゃん。私はもう何もかも中途半端で一切取れ高なしっていう一番つまんない結果だから。マルヨンのつまんねえ女担当かせめて面白い女であってほしかった。さあラストだぞ、頑張ってくれや。最後見せてくれ。もう0時になった。ミニテンダー引けるぜ。あ、もう0時？ 0時になっちゃった。これで終わりだぞマツコ、決めてくれよな。な、最後にね、配信で一番いいとこ見せて終わろうかな。ね、マリオンのゲーム馬上枠として。そうそうそう、待ってな、今王冠を見せてあげるから。ゆいは撮影してあげるね。あ、やばい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 。あれ、ゲームって上手いんじゃないの。全員もパソコンぶっ壊れる。うっそ、あー、全員回転引っ込むけ全員回転引っ込むけ。あすごい髪型だなこの人。はい、俺らは雑魚。悔しいよ、悔しいよ。じゃあミニテンダー引きに行くか。